はい、どうもお茶です。一応真のローテーション2回終わったんですけど、ちょっとねこれからどうしようかなって思って、本当は会の番なんですが、会であんまランクマをやりたくないんですよね。まあやっぱね、適正じゃないし、20段分かってるんですよね。20段適正じゃないし、でプレマカラーはね黄色になんないと多分ね20段から上はいけないし、てかもう多分赤段からはプレマカラー黄色の方が多分適正で、俺みたいな深緑とかね、まあ、黄緑のとこうろちょろしてるような人間はおそらく20段なっても、まあ、すぐ落ちる20段っていう腕がねまだ足りてないんですよね。とりあえずでもね形だけ20段にしときたいなっていうのがあって、でまあとりあえず配信外とかね、あと生放送中に会はロビマとかねプレマとかで遊んで、まあどんどん上手くなってね、プレマカラーが黄色になってから会のランクマを始めようかなって思います。でじゃあ動画で何をするかっていうと、まあランクマ、例えば真でランクマやって20段上がったり、まあ真の方は正直ランクあんま気にしてないんで、まあ、20段になっても、まあ、真は全然ランクもやっていいですね。だからまあ真でランクもやるか、また他のキャラを出してそれを20段にするかみたいなね、そういう感じで動画をねやっていこうと思います。ってことで多分今日からねあんまり回の動画なくなると思います。はい、申し訳ないです、自分勝手で。まあ、やるとしたら、まあ、動画を撮りつつロビマやったりとかですかね、まあ、そういう感じになると思いますんで、まあ、そこら辺ご了承くださいませ。ということで今日はね真を使っていこうと思います。まあ、でも分かんないです、まだとりあえずなんで、まあ、これから俺の気分が変わるかもしれないし、はい、すいません、ちょっとね、長くなりましたが、多分これ人いないんで、カットしようと思います。ってことでカット。はい、ということで、21段のプレマカラー黄色の方ですね。やっぱりね、黄色しかいないっすね、21段ともなると。ほぼ21段、22段で、黄緑、深緑、見ませんね。やっぱりね、20段で戦える方は、プレマカラー黄色以上の方だとね、思っております。ってことでね、頑張っていきましょう。まあ一応今、シンはキャラパワーでね、勝っていけるんで、まあ回は割と丁寧にやっていかないとね、あれなんですけど、シンは割と雑にやっても勝っちゃうキャラなんで、まあ、多分、勝てる見込みは全然あると思います。ちょっとラグいっすね。これね、なんか、新戦ではこれやるの大事らしいですね。でも今度これはね、多分エルクに負けるんですよね。ピークにはね、なんかあって勝っちゃうんですよ。怖いからちょっと3発止めで肉食って、あ、これねアケコン新しくして、なんかちょっと波動コマンドがね、うわ全員出なかった。ああ赤なかったします。はい、しっかり殺しきる。やっぱ芯使っててね、一番課題に思うのがね、殺し切りとかのコンボなんですよね。こいつ結構コンボ選択が難しい。まあ、逆に難しいとこそこぐらいしかないっていう。まあ、あと肉の管理かな。俺は下手くそなんですけど。まあ、でも、まあ、普通の俺ぐらいの代の人間は、もうみんなやってますね。ちゃんと。俺もなんか基本すっ飛ばして、エルクとピークだけで勝ってきたような人間なんで。で、今度エルク警戒してやってこないな。で、よっしゃー、勝っていく。まあ、ここはあんまりミスがないように簡単なね超必殺技コマンドで勝っていくって感じですかね。本当はね JD デインが良かったかな。あんまね JD シーズ拾いがちょっとね慣れないんですよね。あんまり確実ではない。開幕何を読むか。ステップ違った。金 S が出ね。これ、うわ、もったいない。直打したら格感でしょ、あれ。うわ、マジか。負けんのか。ファイル。ファイル離すね。さ、ピヨって。これはつかないときましょうか。これ、ね、ブリッツやる意味あんまりないような気もするんだよね。まあ、一応バーストゲージ削れるってのはあるけど。ファイル今一発で溜まったからね、結局。あー、もったいね。あ、やべ、これ。これも使うか。あーと、もう波動コマンドがさ、アケコン新しくしたってさっきも言いましたけど、暴れてきたか。そのせいでね、リスクゲージ溜まってたこともあって、今のだけで相当減りましたね。ファイル。
うわマジか、うめえ。多分フォーク読んでたんすね。うめえ、さすがだわ。こういう対応のうまさがうまいっすよね、黄色以上の方はね。なるほどね。それでも俺はフォークをやめない。今度ここでフォーク、ダウン取れないときついんすよこのキャラ。オッケー、これおいしいやつ。もうワンチャンこれバーカク使っていいんじゃねえの。やめよう、普通の覚醒で画面端まで運んで、うわーミスった、斜め入ってなかった。あオッケー、危ねえ。一応 J6 回入れといた方がよかったな。さあ開幕何を読む、そろそろ枚数来そう、来なかった。これ多分ダスト立てねえよね、こんなラグイと触れなかった。裏、うわーバカ、裏仕込み勝利やっとくべきだった。裏仕込み勝利っておかしいな。バーストダウン取ってブル、うおバカ、今の対空でしょう。こういうとこが俺で弱いところなんですよね。反応が悪い、ダスト当てられて死ぬ。さあ最後どうする、前捨てやってこないから。オッケー、拾えなかったのはもったいない。さあ JD しっかり立っている。やべ、投げて肉食って、キネス拾えないんですよね。特になんかなんだスレイヤーはねそういうのが多い。オッケー、つながっている。あー投げて、あーここあれでもよかったかもな。うん読まれてるね。でさっきバースト読んでこない、どこで読むバースト。自分から登ったけどその後がなかった。エルク、うーん死んだ。惜しかったな、でもフォーク読まれすぎてたかなってとこっすかね。あそこフォークじゃなくてあのライドだったら勝ってたな、惜しかったな、ぐるぐるしとけばよかったな。うん、やっぱりでもなんか真の強さぶつけた感ですかね。はい、ということで今日の動画はこんな感じになりました。では失礼します。